ペーマナミ。ごへいよ。ごへやばない。ごへいまなみさん。言い間違いとかしたらごめんなさい。ごへいまなみでしたって言えるんや。え、めっちゃいいやん。それはごへいまなみですねとか言って。こんばんは。こんにちは。みんなありがとうございます。あら、笑うとき口隠しちゃうんだよな。アジュマになってる。アジュマさん、これは何ですか？待ってたよ、待ってたよ、ありがとうございます。ほんまに待ってたよ、これ待ってます。最高のいじらよくでしたね、やってひる公園。みへいとかいう人にめっちゃ、ね、あ、レインボースターもありがとうございます。たかたんさん、ハートありがとうございます。ねはるむさんもレインボースターありがとうございます。さつさん、ハートありがとうございます。そうです、みへいまなみは、あの、いじったんですよ。お昼公演お疲れ様、こっそり見てました。昼公演来てくれた方、ありがとうございます。こっそりなの、それ堂々と、と見に来てください。あきちゃさん、タコありがとうございます。みんな公演ありがとうね。楽しかった。夜も入るよ。あ、待ってます。昼は、昼終わりは、とくちゃん、あ、かわいい、ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいい。どんどん奥行く。ありがとうございます。あきちゃさん、レインボーさん、ありがとうございます。レモン78さん、ハートありがとうございます。ありがとう。眠たい時は何しますか？え、眠たい時は、あ、レモン78さん、花ありがとうございます。のりぶんさんもお花ありがとうございます。で、眠たい時は何しますかって。やばい、セットしたハートありがとうございます。しろちゃん、だるまありがとうございます。え、眠たい時は、ありがとう。りゅうさん、ハートありがとうね。一回叫んでみます。なんかさ、あのさ、ルームスのさ、あの、こういう時どうしますかとかいう質問、うん、基本全部叫びますって答えてる気がすんねんけど。なんか叫ぶねん、もう眠たくても、うん、眠たーいって叫ぶし、うん、こうしんどくても、しんどーとか疲れたとか叫ぶし、おすすめです。しんどい時はね、楽しいって叫ぶのがいいよ。あ、真帆さん、くまありがとうございます。さっきのね、昼公演の、ありがとうございます。出番と出番の間とか、裏で一瞬、あの、お着替えとか、人生2周目と聞きましたって。そう、人生も2周目、なんかほんまに最近デジャブがすごくて、なんか、でもしんどいって口に出したら、なんか、ほんまにデジャブがすごいんですよ。ごめんなさい、本当に揺れてて。嘘でも楽しいって言った方が、嘘じゃないんですけど、めっちゃ楽しいです。牛さんさん、ね、でもしんどいって嘘になった瞬間に、違う違う、今は楽しいっていう、その楽しいの方の気持ちを口に出した方がいいなと思って、めっちゃ楽しいって裏で叫んでました。あ、やっぱ牛さんさん、結婚してもありがとうございます。皆さんまで同じような状況があったら、あざす、仮に楽しくなかったとしても楽しいって叫んでみてください。みそらはほんまに楽しい。みそらちゃんがさ、今日なんかめっちゃ話しててさ、BGM、 あの、すごく BGM になるんで、皆さん喜山楽しみに、あの、正直、みそらの配信を見なくても、まだの配信見たらみそらの声も聞けるんで、あの、ね、そこにいる方、やだ、引っこ抜かんといて。人生2周目の話してる時、ニヤニヤ止まらんかったって。え、なんでやねん。え、でもガチでまだ人生2周目説あんねん。山ちゃん、結婚してありがとう。いつかね、ちょっとごめんなさい、ギフト読み切れてなくて。あ、人生2周目は最高の教師見すぎちゃう。え、それもあると思う。あなたたちは本当ありがとう。なんて、あ、違う、それは3年で終わった。ごへまなです。やばいやばいやばい、ごへまなやばい。もう何でも言いやがって。数字何でもだけど、12兵ですとか言う。もう何笑ってんねん。12兵、12兵ですとか言って、やばいね。笑ってる、ミソラシドが。今日今度さ、あれ違う音階にしてみひん。あ、いいよ、あなたのハートにシラソファレ、ドシラソファとか。で、ちゃんとちゃんと忠実に。え、なんか曲作ろっかな、ほんなら。そこで今日は猫踏んじゃったにしようとか言って、あ、今日は、あ、でも黒犬とか出てくるからややこいな。発見全部できるやつ。え、確かにそれありかもね。ミソラシドにこれはなくてもいいかも。まっちゃん、レインボースターありがとうございます。レモン78さん、ジージーありがとうございます。トリベア2回じゃ済まんした。え、そうそう、トリベアもめっちゃタイムループしてるやん。可愛すぎて2日目もタイムリープ、いや、マジでマナはほんまに人生2周目。ありがとう。昼公演もめちゃ可愛でした。ありがとう。おう、ありがとうございます。身長測定見たよ。昼公演、ありがとうございます。昼公演の思い出は、思い出はあのジェスチャーゲームですね。はい、はるみざわさん、ペンライトありがとうございます。もう身長取ることよりも、マジでな、けることに。あ、ゆきちゃん、ハートありがとうございます。元気ない時に、やばい、遅れてますよね。みなみちゃん、ほんまにごめんなさい、読み切れてなかったら。きっぺいさん、ハートありがとう。昼夜の間でスタバ飲んできた2杯。あれ、皆さん飲みましたか？ブーフラペチーノ、こんにちは。はるみざわさん、かわいい、ありがとうございます。距離に住んでいたかった、かっこいいのかいな。
河内さん、ね、誰もありがとうございます。近くに住んでるリシロちゃん、本当ありがとうございます。急に行けることかもしれないけど、遠くも遠くなりにそのたまにしか会えないから、ウリヒメとヒコボシリロン、ね、ブーフラペチーノは、えでもマナニナはなめっちゃ甘かってんな。だからほんまに甘党の方におすすめって感じですね。身長今日ルームスの誇張した味噌と思いきや、そのままの味噌やなって思いながら見てた。で結構割と忠実に再現誇張したけどな。マナがレッスン上で見た味噌。嘘、あんなやってる味噌って。ああ結構それはやばいね。え言っていい、うん、不毛のさあのエピソード。いいよ。何したっけ。え、じゃあ前までのやつ。ああ、恥ずかしい。ちょっとやだ。じゃあ、あの何だっけ、美空ちゃんがその情熱のパフォーマンスをしてるっていうエピソードがあって、不毛の土地を満開にって曲って、ダダダガゼなんて乗り越えろで、まこう体を回すんですよ。なんですけど美空ちゃんは体と一緒にこう首もこうやって回してたんですよね。だからその情熱的やなと思って、山本さん思いました。あんたも使いの動かし方が情熱的よ。止められへんの。今日めちゃめちゃ可愛かった。昼公演お疲れ様でした。ありがとうございます。山ちゃんレインボースターありがとう。日高浩二かっこいい、ありがとう。入試の受験って昔難しい、難しいってこと。難しいって叫んだらね、もうみそやる気なくなるかもしれない。あとなんかあったかな、なんか言いたいこと。あ、そうそう、まあ、なんかほのぴーのジェネチェンの答えたやん。あ、どこと思ったかっていうと、ずっとしばってたの、タンタンやと思ってん。え、みそらあそこかと思ったよ。あの、カモネギの、うん、この乾燥のチャカちゃんのやりすぎるみそらかなと思った。まだやりすぎる。チャカちゃん、チャカちゃん。あ、そういうことね。で、腕止められてないミスだったかな。ジャスさん、ハートありがとうございます。タツさん、またお化け出たんって。あ、今日もパフォーマンス良かったです。間違えた、お化けやのにお化けって言っちゃった、釣られてそっちに。あ、夜公演のお化けなんで。お化けまだ、そんな見たことない。リスナーもない。入れるかな。別に会えたらいいな。別にな、怖ないから。うん、幽霊怖くないよ。情熱的ミスラなんなら幽霊に。ミスラ気になるな。ん、そっち何々見てたらごめん。そっちばっかかな。ばっか、だから情熱的な美空を見てしまって、まだのこと見てなかったらごめんってことよ。なんでやねん。全然いいよ、そんな。なんでやねん。それは全然いい。全然情熱的なもいいですけどね。何の話してたっけ。夜公演のおまけの話か。いや、ありがとう。今日はね、おまけ追加してるから。マナの4位残念だったね。最近聞きすぎてやばい。1位取らせてください。マジでマナの4位残念だったね。あ、4位全然ダメだったねか。ね、ありがとうね。また来てくれて。あれさ、マジで煽ってるような。わかる。巻き巻きちゃん。巻き巻きちゃん、ハートありがとうございます。ノブローさん、ハートありがとうございます。ミスラはでもキャラメル食べてないけど、食べんくても。家しか見てません。あ、ありがとうございます。キモダメシロケしましょう。キモダメシロケしたいマナも。シロちゃん、お花ありがとうございます。そう、キモダメシロケマナもしたいねんけど。じゃあなんかでも、キウキって案外、ビビリというか怖がりが多いんですよ。あれちょっとやりすぎました、さすがに。だからなんかみそらちゃんの声をさ右から聞いてたらさ、なんかん、あの自分が何言ってるか分からなくなる。めっちゃ分かるな。だから負けじと大声で話していきたいと思います。俺はこのスタイルを貫きます。ボソボソしゃべりを。いいしか勝たん。 ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。なんとかしか勝たんってさ、うん、今言われたからちょっと言うのもあれやねんけどさ、最近言わへんくない。確かに最近まだ何々しか勝たんって言わへんから懐かしく感じました。ありがとうございます。何やろな最近は。何々派とかちゃうな。そっちのが古い。それこそ違うやろ。何やろな。何々が好きみたいな。友人さん、でもあんまそういうのないよな。勝たん2位のなかなかやるやんもドヤな顔が想像できる。あれ頑張ったんですよ。いつもありがとうね、遠いところから。まだまだ会いに行きたいと思う。まだみんなアニメのチョイス的に怖いの大丈夫そう。え、怖いの大丈夫なんですよ。全然余裕。マジ怖いって何みたいな。前ほのかちゃんとさ、あの、うん、ユニバ行った時もさ、うん、なんかあのめっちゃほのかちゃん怖がってん、うん、ほんまに前の人が逆に脅かされてるぐらいキャーって言ってたけど、ほのはもうそのほのかちゃんを誘導するために冷静になってました。ホラーナイトとかも。いや、お久しぶりです。久しぶり。
ビビらへん。また会いに来てね。ちゃうね、みそら幽霊とかに出会ったら真剣に話しかけてみたいんだよ。何々語やから。うわ、星や。スイカゲーム知らない。うわ、めちゃくちゃ可愛いですやん。押しちゃう、おい。押してるやろ、もう。マーク、だるまありがとう。ゆうじさん、おかありがとう。いいテスト終わったって、ね、テストちょっと、うん、あの絶賛って感じですね。若味噌今持って家にも来たよ。いやなんかさテストってさ一緒に楽しんでるの味噌今めっちゃ家にもいるって感じしひん。なんかせめて今苦しめられてるからさ、うん、あのますます感じねんけどさ、テストほんまにテストっている？いや、そのまま味噌は授業態度めっちゃいいからその授業態度だけで評価してほしい。今の授業はいいねんけど、うん、あのほんまになんか違う、まあ、テストの別にテスト受けることが嫌いなんじゃなくて、そのために勉強しなあかんっていうのが嫌やねん、うん、だからノーベンだよ。じゃあノーベンはちょっとなんかやばいね、嫌やねん。でもそれだからコスパ重視やから、人生2周目やからテストいらんやろって。それは正論すぎ。ブラッシュアップライフ、あそんななかった、あったな。ちゃうねんほんまに、うん、コスパよテストは。だからみんなさ死ぬほど勉強して60点とかやん、ノーベンで35点めっちゃコスパ良くない？で今ミソラは言っているけど、私は人生2周目だから知っている。ミソラがあのみんなが見えないところでテストの点数を取れるように努力しているところ、でも私は大人だからこういう時にしっかりとミソラの話に乗って褒めてあげる。そうやんな、ミソラコスパいいと思う。ブラッシュアップライフすぎ。まるみちゃんの声聞くと元気になる。お小テストと授業テストだけで評価してほしい。オンライン取るか悩んでるから後押ししてて、なんでよ。マジめっちゃ想像つくよ。なんで悩むんですか。とかして発言してるところ。だってリアルイベントもあの応募が終わっちゃって、やっぱり応募が何本まであるか分かんないんですけど、一緒に楽しい思い出作りましょう。普通に BC 頑張って、ありがとうございます。で時たまちゃんと勉強して、スタバ何杯でも飲んでください。スタバって何杯でも飲めるような正直。高校で習うこと社会で使わないから適当にしといたらいいよ。確かにテストのための勉強はいらん。そうテストのための勉強が嫌なんですよ。別にテストは受けます。ちゃんと頑張って点取ってたけど、テスト勉強が嫌なの。高校生になった瞬間にね、そうやね。物語始めるな。人生2周目なら学校行く必要なくて、じゃあ人生2周目でもやっぱ義務教育とかを受けなあかんし、高校っても義務教育じゃないんか。まあ頑張らなければ。オンラインまだ取れてないから来週から応募する。行ける日がどれか分からない。睡眠を取ってしまう人生でした。マジで皆さんオンラインお話し会もリアルイベントのあの応募は終わってしまったので、リア次のリアル違うな、オンライン受けオンラインお話し会も皆さんお待ちしています。みんなも今日会いたかったよ。私も会いたかったです。また会いに来てください。みそらさんのところに戻ります。えみさゆチャンネルおはよう。やってなかったその前 TikTok 撮ろう。ああスタバの新作、全部ネタバレされるんで音出てくる。今何分？黒の味のスラサ今から2口ぐらいもらってんけどさ、やばいプリンの味したよ。え待ってやばくない？まだ何分から始めた？また会いに行くね。またレスちょうだいね。もちろん会いに来てください。ちょっともしあ、にえちゃんオンライン撮ろうかなって。家に12時までに帰れそうやったらオンライン、まだほんまにオンラインのオンライン話し会はちょっとあの人見知りの方でももうね、先月も今月も全然みんなと喋れてなくて、全然あの大丈夫なので、足りないぜって、ね、元気玉が足りないよ。あの話続かないとかほんまにないんで、皆さん会いに来てください。リアルこっそり会いに行きます。あ、待ってます。あれはあるかもしれないけど、もうみそにはね昼夜で疲れ切って顔がゲソゲソしてそうだから。ゲソゲソそんなちょっとあざとい話し方しといてさ、ゲソゲソしてそうだから。オンラインお話は取るか迷ってる。ね、オンラインってさ、皆さんさ、あれ気まずいとか思うかもってことかな。人見知りでも楽しく話せそうだし。人見知りっていう人をさ、ほんまにさ、全然大丈夫なんで来てください。白い部分のツボをしたら正直さ、あれじゃない？オンラインって人見知りって関係なくない？正直さ、リアルの方が人見知り関係あると思う。私的に。確かに。リアルは、確かに緊張するけど、オンラインは
ないよ、そのテレビで。だってこれと一緒じゃない。そうやで、そうやで。別にこれでコメント打たないだけやん。皆さんがそのお話ちょっと続けられなくても私が続けますもん。のみちゃん気軽に話してくれるし、その人に合わせた話が続くから楽しいと思う。レビューしてくれてます、ありがとうございます。頑張ろ。オンライン無言だったらなったら気まずい。さあそれはなくもならないんです、大丈夫ですよ。のぶろうさんハートありがとう。こりまさんならありがとう。あ、15分経ってしまった。ちょマジで時間がやばいので、それでは大人の女をイメージしてます、ね、前まではもうバチ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 ランキングを見たいと思います。めっちゃわかる、オンラインのが絶対気楽。え、そうやんな、対面って結構緊張しいひん。それがうまくできてる。前髪かわいい、ありがとうございます。それでは団長読みたいと思います。いきます。13位のりぶんさん、ありがとうございます。12位瀬戸市さん、ありがとうございます。11位あきちゃさん、ありがとうございます。10位かきあげさん、ありがとうございます。ごめんめっちゃ言ってますよね、ありがとうございます。9位しろちゃん、ありがとうございます。8位まっちゃん、まっちゃん、まっちゃん、ありがとうございます。7位はるみざーさん、ありがとうございます。6位レモン78さん、ありがとうございます。ほぼね、ほぼ一緒よ。5位ねはるむさん、ありがとうございます。お前は会いたいね、いろんな話書く、いじりも。4位とくちゃん、ありがとうございます。愛たっぷりじゃん。3位まほさん、ありがとうございます。あかん、ドライアイなる。2位うしさんさん、ありがとうございます。そして1位があじゅまさん、ありがとうございます。はい、皆さん、はい、公演、夜公演もぜひぜひ見に来てくださる方は一緒に楽しんで DMM などを見てもらも見ていただいて一緒に楽しみましょう。それではバイバーイ。それ勉強してないとか言ってしてるタイプかと。中学